はい、皆さん、毎度毎度はいちょっと先にコメント返しねいつも最後にするけどねはい川添先生ね部屋からすする前は髪の毛洗ったいいけないですかこれはいろんなお客様がいるからね作業こんな以外洗わなくていいんだけど基本はねやっぱり洗ってから染めてくれとかね なんか嫌だからなんか嫌だからって言われちゃうとう洗ってから乾かして染めるようだけどまあ10分や15分かかるね髪の長さ量にもよるけどね部屋からの塗布だったらまあ早ければ5分ぐらいで終わるかもしんないけどやっぱりチェックしたりするとロングでもショートでもまあ10分ぐらいかかるかねこちらの方は宿毛矯正だったからもうちょっと時間かかってるけどねだからシャンプーして乾かすで待つったら 10分じゃ終わんないんじゃないシャンプー台に移動して洗ってね、早くたって5分や7分かかるよね。それ乾かすだけだってやっぱり5分や7分かかるからね、これ2人で乾かして7分で乾かしてるけどね、ドライヤー、それこそ4丁で。だドライヤー1台で1人で乾かすと、さあどのぐらい時間かかるかちょっとわかんないね。だ作業困難以外、基本あの、部屋から前は洗わないっていうのが基本だよね。 このシャンプーしてから何かするっていうのはねシャンプーするのはまあ洗うだけだけど乾かすののが大変なのよ。ただ黙々とねこの乾かしてる時間にね金になる仕事を何ができるってこう考えちゃうんだよね自分なんかはね。まあここはねあのお店の考え方経営者の考え方になるけどねな部屋から前のシャンプーぐらいサービスでやってやれなんていう安直にね経営者がいたらですね パバハラって言える、ね、あのスタッフは何も文句言えねえからってね平気でそういうこと口走るっつうの現場の苦労を知らない人はよくそういうこと言うけどね「部、は、屋、い、ラーするとき家にワセリンがないときはどうしますか?」。まあ家にっていうことはホームヘア代のこと言ってんのかな 業務用とまた違うからね自分なんかはやっぱりワセリンだと後々洗ったりする時に残るからねめんどくさいんだよね最近はコンディショナーを顔周りに塗布しちゃうねトリートメントでもいいんじゃない男性のねあの短いもみあげなんかはねコンディショナーねもみあげの中刈り上げてるところにねすり込んじゃうっつうのでじゃあ染まんねえかっつったらいや染まる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 このワセリンね 花粉症ワセリンなんて調べるとね顔面に塗るつの目の周りね鼻の周り鼻の中までねこれ有名らしいね女性の方はできないだろうけどね男は化粧しないし自分なんか眼鏡かけてくからねギタギタになるまで塗ってくっちゃうよね <laughs> だいぶ改善するねでまあワセリンなんてのはねやっぱり安いもんだからねまあ一家に一個まあ男は平気で使えるよね手が荒れたらあんなもん手に塗っちゃうしねお子さんいるんだったら口の周りが荒れたりしたらね あれ口紅の材料だからねリップクリームとか口紅の原材料ってワセリンだからねだからあれを口の周りに塗ってあげるってうの一家に一個あってもいいよねただね手に塗りすぎるとゴミ引っ張るかんね毛くずくとかくっついちゃうかんね <laughs> まあそんだけだよねでもお湯で洗うと流れるからねまあよくできたもんだよねはいまあここから雑誌ね今時の若い人新人の教育方法ねメンタル面のフォローを欠かさずに 指導するオーナーや店長はスタッフがトレーニングで悩んだ時いつでも相談できるように関係を築くトレーニングで悩むって何悩むのうまく巻けないとかカットがおかしいとかまだこれ元に戻るけどやっぱコツだよね巻き物だったらテンションをかけるなね優しい力ねもう全身リラックスして巻かないとやっぱり綺麗に巻けないしねワンレンボブ系はやっぱりノーテンションだよねテンションかけるなってことで、ね、目の洗いむでそーっと溶かしてそーっと触ってね 軽く切るその時にハサミが切れてないと見た目がねぎこちない下手くそカットっぽい手つきになっちゃったりねあのスライスたくさん取れないからやたらと時間のかかるカットになっちゃったりねスタッフがねトレーニングで悩んだ、まあ、現場の技術で悩んだしたらその時やっぱり上に立つね店長なり、まあ、オーナーなりが一緒になって考えないとねなんでうまくいかないんだろうってね。そしたら 椅椅子子にに座ったらうまく切れるのに椅子がねねえとか、ね、それこそ中腰でさなワンレンボブの中途半端な長さをさかがむでもない変な姿勢でさノーテンションなんかじゃ切れないよ疲れちゃっていやいい仕事はやっぱりカットチェアってなるよね自分も何年前だろう10年ぐらい前かね椅子座るようになったのそれまでもあったんだけど椅子ねちょろちょろは座ってたけどカットのね椅子カットチェアに座って初めてね 椅子に座らないといい仕事はできねえって分かったね。今時ね、カットチェアのない店はね、パワハラ。ま自分はね、数十年カットチェアなしで、ほぼなしで仕事してきてね。でここ来て、まあ、10年ぐらい前からカットチェア使うようになったけどね。カットチェアは楽するために座る椅子じゃないんだよね。いい仕事をするために必要なのがカットチェアだよね。 はい、厳しい指導と優しいフォローはワンセット組織のトップオーナーや店長が厳しく叱ったら厳しく叱ること自体がおかしいってね厳しく叱るってことはスタッフがヘマやったからでしょスタッフがヘマやったのは組織のトップの責任ねスタッフに責任なんかないよスタッフなんか何も分かってないんだから組織のトップが考え方がバカだからねスタッフが ヘマやるんだよ。だからそれ見てね怒ってるよじゃあ大したトップじゃないね悪い口コミには大丈夫だよとフォローねまあ集客サイトの低評価の、まあ、集客サイトは知らないけどねで集客サイトだったらお金払ってこちらがお客様だからねお客様の分かれ口を書かれてるんだからお金もらってる以上お客様の味方じゃなきゃダメだよね。ってことは、 お客様の不利益になななるような口コミなんかは、お客様ね我々の希望ね美容室側がね、まあ、変なこと書かれたら、まあ、それを真摯に受け止めることは必要だよね真摯に受け止めたらもう削除してもらうとうちはやってないけど熱い唐辛子メーカーのやつはどうなんだろう削除してくれるんじゃないの金払ってんだからあと Google マップのさ五つ星とか一つ星ってあるんじゃないあれ、 ミシュランの五つ星レストランってことでしょ1つ星レストランもかなりいけるよってことでしょで変なこと書く人っつうのは一つ星をつけておいてまあいろんな全国つつうらうらここはまずいだのなんだのかんだのってね <laughs> この「ミシュランの一つ星っていうのはぜひ食べてほしいって書いてあるよね。 美味しいと思える料理、二つ星は非常に美味しく遠出をしても食べる価値がある、三つ星は旅行してでも食べに行った方が良いとすごいこと書いてあるね。これそういう意味じゃないのあの Google マップの五つ星とかね一つ星っつうのは外部講師の活用も有効にう外部講師を入れマンネリや甘えを防止。この外部講師を入れるってのも難しいよね。 そののの講師の方が、ね、美容業のことよよくかかかってるどうだねコツがわかってるかどうかだよね。コツがわか,か,か,、ね、かってないでただ単に技術的なことしか教えないような方だとね、あただ見てすごいねで終わっちゃうよね。そもそもね、外部講師に頼むという発想がね、経営者としてもダメだよね。経営者が美容のことを熟知していればね、外部講師の方を呼んだって大したことを教えねえとわかるんだよね経営者の方がね。 美容のこと知らなきゃもうそうなっちゃうかもしんないけど美容のこと知ってるね経営者とか技術者ね、まあ、オーナーの方だったらねいかに外部講師がダメかってわかるよねな何年やってんのってなるよね教育と売り上げと報酬を明確にリンク学び力をつけることが売り上げお客様からの評価まあ売り上げが上がんなかったら給料も上がんないかんね、まあ、世の中は全てお金だからねお金がなくちゃ始まんないよね スタッフが伸びる教育指導評価実地研修まあ現場だね実務を通じ実践的な知識やスキルを習得させさこれね美容業っつうのは何回も言うけどさ漢字 SNS でさ漢字をきれいにさ本当のごとくにさ書く人いるよねもう非常にきれいにだけどそれと作文っつうのは関係ないよね 字がきれいに書けても作文がうまくて本が書けるってわけじゃないよね字が汚くても本書くのうまい人はいるからね美容業の仕事ってどちらかっつったら字自体はきれいに切れてもまあ汚くちゃって話になるねんけどそこそこでいいって言えばそこそこでいいよねまあそこそこっつうのはカットでそこそこ切るったってまあ変に切る人はいないよね大体まっすぐ切るかチョップカットぐらいの問題だからね。 まあ美容業はね作文みたいなところはあるからね自分で考えていろいろ工夫するしか方法ねえんじゃねえかなやればやるほどなんか頭が良くなってくるってなるからね <laughs> 実践経験から学習するため理論的体系的に学ぶことが難しいなんで例えばパーマを教えたくてもパーマをかけるお客様がいなければ指導できないあ、うん、パーマいなかったらどうしようもできないよね。 学習途上のスタッフが接客するため時間がかかったりミスしたりというリスクが高くつく、まあ、巻き物だったら2人で巻きゃいいしこういう、ね、アイロンだったらもうやっぱり2人で巻けば逆にねいいことは多いよ、うん、仕事が半分になるしね何かあったらこっちで全部直しちゃいいし特にパーマの巻き物なんか最初なんか6スポ巻けないかんねあもういいよとどうに好きに巻いといて後で直すからって、ね、ダメなやつは全部外して巻き直すってのこれはもうしょうがないよね 忙しい時には教える余裕がない。教える余裕ではなくて一緒に仕事するわけだからね忙しい時こそ若いスタッフをね戦力にして結果を出しながら育てると、ね、ちょっと口で言うとかっこいいけどねなかなか難しいよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。